はい、皆さんこんにちは、シュータです。今回はザ・サイクルフロンティアの保険について話をしていこうと思うんですけど、結構これ知らずに損してる人めちゃくちゃ多いんじゃないかなというふうに思います。なので今回その保険についてね、できるだけ簡潔に詳しく教えていこうと思うので、皆さんもね、保険で損しないように頑張っていきましょう。ということで早速いきたいと思います。僕あの冗長な動画って好きじゃなくて、今回も簡潔にね、結論から言おうと思うんですけれども、このゲームの保険は自分が死亡した時にのみ発動するようになっているので、パルコフのように保険かけた装備を自分で隠したりするっていうことが不可能になっています。これが一つ目のね、保険ポイントです。エスケープロムタルコっていうこのゲームによく似たゲーム、このゲームを考えるにあたった元ネタになっただろうゲームっていうのがあるんですけれども、このゲームでは保険っていうのをかけたら自分で捨てても物が返ってくるような仕様になっています。なんですけれども、ザ・サイクルの保険はトリガーが自分が死亡した時のみになっています。なので自分の持っている装備を一旦その辺に捨てて、敵の装備を着替えて、自分の装備も敵の装備もどっちも結局自分の手元に来るようにしろっていうようなずるい考え、これがですね、できなくなっています。タルコフだとできるんですけど、サイクルはできなくなっています。なので考え方としてはもう生命保険だと思ってくれるといいんじゃないかなというふうに思います。でこの保険なんですけれども、2種類が存在していて、1つ目がオーラムっていう特殊通貨を使用するサルベージ保険っていう保険と、 K ポイントっていう、よく使ったらお金を使うスタンダード保険の2種類保険があります。どっちの保険もトリガーは自分が死んだ時なので、ポイって捨てて発動するとかっていうようなことはないです。で、サルベージ保険、高い方というか A0 方のお金を使う、オーラムを使うサルベージ保険に関しては、かけた装備が、自分が死んでしまった時に敵に拾われていなければ自分の手元に戻ってくるよっていう保険になっています。これはタルコフと同じような保険ですね。で、これは、安いものにかけても意味がないので、できるだけ高いもの、強い武器とか強いアーマーとかでかいカバンとか、そういうものにかけるといいんじゃないかなというふうに思います。なんですけれども、LA ものってやっぱりみんな欲しがるので、もし、かけたとしても戻ってこない可能性っていうのが結構高いです。僕も何回もかけてるんですけど、武器とかアーマーとか青東京のものが返ってきたことはないので、ちょっと難しいんじゃないかなっていうふうに思ってます。ただ、そういう保険もありますよということで一つで、もう一つがスタンダード保険っていう、俗に言う生命保険ですね。これは自分がかけてた装備が死んでしまった時に、装備の代金を、保険でかけた額以上のお金がもらえるよというようなものになっています。これ掛け得の保険なんですけれども、簡単に言うと1000円払って保険をかけたら死んだ時に5000円戻ってくるよみたいな感じの保険です。なのでこれ絶対にかけておいた方がいいと思います。自分の持っていく装備すべてかけれるものには全部かけておくようにしましょう。このゲーム絶対死ぬじゃないですか。どっかのタイミングでは絶対に死ぬんですよ。要は自分が死んだ時にお金がもらえるよっていうものなので、これ全部ね、必ずこの保険かけてくるようにしましょう。そうするとね、お金の周りが少し良くなります。それで敵のプレイヤーキャラクターにその保険をかけた装備を奪われてしまった場合、この場合にはタルコフと同じように、装備品が自分の手元に来ることっていうのはなくなってしまいます。でサルベージ保険とかかけてても自分の手元には返ってこないんですけれども、その代わりに、ちょっとだけお金がもらえます。本当にちょっとだけ、スズメの涙ほどもらえるので、一応ね、お金がちょっとだけ振り込まれたら、あ、僕の装備はもう戻ってこないんだなというふうに思うようにしてください。でもう一つめっちゃ大事なことあります。 いきますよ。自分のパーティーメンバーに保険がルート拾われた場合には、その保険は発動しません。どういうことかっていうと、自分が死にましたと、でその装備を味方が、あ、これ隠しとくねって言って手に一回手元に入れた瞬間、自分の手持ちにした瞬間に保険が消えます。なのでタルコフでよくやっていた装備隠しとくねっていうのは、このゲームでは、できなくなっています。むしろ害悪行為っていうやつですね、になってしまいます。これもちろん自分のパーティーメンバーだけじゃなくて、敵のキャラクター、他のキャラクター誰でもそうなんですけれども、自分以外の人が一回その装備を手元に入れた場合には、その保険消失してしまいます。なのでサルベージ保険で物を返ってきてほしい、仲間の装備を返したいと思うんだったら、その場で放置するしか選択肢がないです。でそれだと見っかっちゃうよっていう場合は、もう生き残ったパーティーメンバーが直接手で持って帰るしかないです。なのでこのゲーム結構装備の価値が軽いというか、一度死んだら もう二度と戻らないと思った方がいいような感じのね、クオリティになっています。で、武器とかアーマーとかっていうのは取った瞬間になくなっちゃうんですけど、カバンは、もちろん取ったらなくなるんですけど、中のアイテムを漁るときだけは全然問題ないので、仲間が死んでしまったら、うわ死んじゃったっつって、まず武器を持って帰ってあげるかどうか聞いて、大して高くない武器だからいいよっていう風に言われたら、自分その人のね、カバンを漁って美味しいものだけもらって、ごめんなって、守れなくてごめんなって言いながら物を持って帰るように、するといいんじゃないかなという風に思います。結構駆け足になっちゃったんですけれども、保険のシステムの話でした。
おそらく間違ってないと思います。一応僕も軽く検証っていうのをしてみたので、おそらく間違ってないと思うんですけれども、もしちょっと違うよとか、こういう補足情報あるよって場合は、僕もまだねこのゲーム手探りでやってるので、ぜひねコメント欄に教えていただければなというふうに思います。で、今回の保険の話は僕の視聴者のねぬるさんっていう方から情報提供をいただきました。ぬるさん、ありがとうございます。こんな感じでね、結構情報提供とかこういう動画作ってほしいなっていうのも待っておるので、ぜひともコメント欄に一言よろしくお願いします。あと僕サイクルとかタルコフとか動画上げたり配信したりしてるので、よければチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。ということで皆さんもね、いい、タルコフライフじゃないね、サイクルライフをお過ごしください。お疲れ様でした。バイバーイ。